県によりますと今月4日、沖縄防衛局から大浦湾側の施工区域内で大型サンゴにアンカーチェーンが接触したと思われる傷が確認されたと報告があったということです。現場付近では今月に入って埋め立てに向けた護岸整備のための杭打ち試験が行われており、この作業のために現場海域に入ったクレーン船とアンカーをつなぐチェーンが接触したとみられています。大浦湾側の埋め立て工事をめぐっては防衛局によるサンゴ移植に向けた申請を県が今年5月に許可していて、現在移植作業が進められています。防衛局は専門家の意見をもとに今回傷が確認されたサンゴもそのまま移植して問題ないとしていますが、県は傷ついた原因などを特定するまでこのサンゴを移植しないよう求めています。